こんばんは。どうも、ご無沙汰しております。今日はお忙しい中、わざわざ来ていただいてありがとうございます。実は僕はこの林さんにお願いをした時の話を僕公園で話す時あるんです。いや小泉さんと、僕みたいなものでいいんですか。それはもう申し上げました。講演会でいわきにも呼んでいただいた、南相馬にも呼んでいただいた、はい、相馬にも呼んでいただいたって、実際に自分の目で直接見たっていう経験があったんで、これは何か微力であってもできることがあるならばやらなければいけないなと、林さんというフィルターを通すと、もともと知らなかったことのはずなのに、元から自分が知っていたような錯覚を覚えるほどスッと入ってくるんですよ。予備校の講師が他の仕事と違うところは、固定客がいないんですよ。老舗のお店だったらこうずっと通ってくれるお客さんがいれば、それが財産ですよね、はい、ところが予備校の講師は固定客がいるとむしろマイナスなんですよ。だからどん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 変わっていく相手にどの言葉が通じるんだろうかっていうことをずっと相手本位に探す癖がついたのがこの20年だったかなと。でも同じ現代文を教えているのが現代文の講師の皆さんじゃないですか、はい、他の先生たちと林先生で何が違うんですか。多分僕が一番教えないんでしょうね。僕は物を教える人間は、その少なくともその科目においてはぶっちぎりの学力を見せつけるべきだっていう考えを持ってます、うん、そう、あんなやつでさあんな風にできるのか、ちょっと頭にくるなと、うん、じゃあ俺も絶対あのくらいなってやるっていう時に教えちゃうと、言われた通りにやっちゃうんですよ。考えるヒントを上手に出す。特に予備校の授業なんて、例えば週1回90分です、はい、残りの時間の方が圧倒的に長いんで、ここを生徒たちが自分で何とか使いたいと思わなかったら成績なんか上がらないんですよ。授業を受けた後うーんって考え込んで帰る。で、特に自分が少しできると思ってる子ほど、そういう生徒をからかうと、ちょっと教えてやろうかって言うと、いやいいですです、自分で考えますと。自分の頭で考えて自分の言葉でいろんなことを表現できる世界が広がると、それはその人自身の可能性を広げることになるんで、自分の頭で考え、そして自分の言葉をいろいろ組み合わせて思いを表現できる楽しさとか素晴らしさを双葉の子たちに少しでも伝えてあげられたら、まあ、僕が行く意味があるかな、うん、ぜひこれからもよろしくお願いします。本当に今日はお忙しい中、どうもどうも本当にありがとうございました。